この屋根がちょっと入るぐらいと、僕の大きさはそんなもんでいいんだけど、はい、このなんか特徴的なこの屋根が欲しいよね。わかりました。いいですか、行きます。首都のワガドグーから、1時間ちょいかけてですね、サポネという町のですね、郊外にある、宿泊施設に来ました。ここですね、地元の人が作ったみたいなんですが、ほぼほぼこの支援団体の人たちが使ってですね、今もですね、フランスの支援団体と、我々日本の NGO だけが、泊まってます。ここですね、一応ソーラーパネルはあるんですけど、まあ、基本的には電気は来てないんで、本当になんかジャングルの中の、宿泊施設みたいな感じですね。首都のワガドゥグーよりもですね、夜は過ごしやすいです。ここエアコンも本当にないんですけど、夜過ごしやすくてですね、朝はですね、動物たちの鳴き声で起こされるような、そんな素敵な場所です。